ありがとうございます、はいはいはい、まあちょっといやいやですけども、はい、ちょっと引っ張ってきました、はい、高木豊さんです。どうぞ。なんで俺が渋谷のこの目泳いでほしいです、ね、まだ、あはい、テンション上がってるかもわかんないけど、はいはい、ちょっとお前渋谷は悪いな、はい、今回せっかく渋谷に来たということで、この渋谷ない渋谷で言えてないから、ね、すいません、いつも通りで、いつも通り、ね、ここはいつも通りで、はい、甲子園に出たことのある甲子園に高校球児を探そうという企画で、なるほど、何やろ、あ、おったやん。いやこれいいっすか。探すポイントは何、ランダムにお前こうやって見つけたってしょうがないで、特徴あるじゃないですか。特徴は本当に1個あるんですよ。そうなの、ケツのデカさと内足は特にね、ガニ股であるから、これはね、治ってない絶対。でもこいつはサラリーマンみたいな髪の毛しちゃう。確かにそうですよね。俺は高校球児だよ。万年来れない夏みたいな。オールシーズン。じゃあ、行きましょう。はい。探してます。これちょっと持っていただいて。俺が持つの？いや、いけ、何でやねん、持とうよ。いや、恥ずかしいっす。ただ破りましょうよ。いや、ガラ破ってるよ、もうお前。すいません、お忙しい中言われても、もう分からなくても、まあ、はい、あとは、あ、方向話し合わせて、どうせ出てます。おい、話出てます。電話して高校球児って呼べますか？そんな感じ。ありがとうございます。
たいな。何何何まさかの分かんないな。俺も渋谷あんま来ないもん。あ、来ないんで。いや、とんでもない。お母さん頑張って。声かけられてよかったじゃないですか。はい、ということで。見たらだったな。はい。汗かいただけ。いや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 。俺におばちゃん道聞かれるし。いや、もう最高でしたね。やっぱ豊田さんだからこそ声かけられたんだよ。意外と知らないんで。結果、渋谷に甲子園球児はね。まあ、おばちゃんに道を聞かれただけという企画でしたね。そうですね。ある意味、はい、企画達成でしたね。はい、一番面白かったんだ。違う。じゃあ、チャンネル登録、はい、高評価ボタン、はい、お願いします。